こんにちは、久保です。私はもともと麻雀店のね、親父だったんですよね。しかもその麻雀店、大赤字でございまして、かなり苦戦しておりました。競合もどんどんできていきますしね。そして業界自体はものすごく縮小していったんですよ。この辺は私データをよく見てやってみましたんで、麻雀店ってのはこれから業界がなくなっていくか、完全にスマホ化とかね、ウェブ化していくなと思ったんで、リアルな麻雀店って絶対やるもんじゃないかなと思ったんですよ。やるんだったら闇ですよね。もう完全に届け出もせずに、営業時間も知らせずに、こっそり税金も払わずにやっていくってことですよね。まあでもね、そこまでの度胸ありませんでしたからね。私はもう常に合法的にやりたいと思ってましたし、足を引っ張られるようなね、弱みを作りながら商売っていうのは続かないと思ってたんですよ。いやー、それでもね、麻雀店の親父がやり込んで、ネットビジネスやり込んだら、麻雀店なくなっちゃったけども、でも自分の人生は手に入れたってことがあります。そうなんですよね。どんなところからでもきっとね、やっぱ這い上がっていけると思うんですよ。で、ここでね、一つ私も学ぶさんの考察ではないんですけど、学ぶっていう人はよくわからないんですよ。私学ぶログっていうのがあったかなぐらいなんですけども、あんまり学ぶさんとかね、池早さんとか有名人興味なくって、まあ有名人から学ぶことはあんまり私あんまりないんですよっていうのは、自分の力量に合った道の進み方を自分の内側から探してますんで、誰かの真似をしてそうなるってことはもう私はないですね。まあそこでね、何が言いたいかっていうと、何をするのも時間もお金もエネルギーも意識もかかるわけですけども、楽を感じるものと苦痛を感じるもの、わざわざ頑張らなければならないものってのはあると思うんですよ。で、私はサイトを1万個構築するのに全くの苦労がなかったんですよ。全くの負担もなかったですし、やらないしょうがないなっていう気持ちもなかったです。なんか気がついたらずっとやってたみたいな感じですよね。例えて言えば、ポテトチップスを食べ始めて気がついたら袋が全部なくなっちゃったみたいな感じで、あれもうないわみたいな感じですよね。あれもう1万個だわみたいな感じですよね。だからサイトを作るのに苦痛を感じる人がサイトの量産するのは、私はね、あんまりいい方法ではないと思うんですよ。それこそお金のために嫌なことをやってるっていう状況がもうネットに変わってきただけで、あんまりね、良くないなと思うんですよね。ただ YouTube だって、私毎日毎日好きでこうやって作ってますけども、 YouTube やるのがもうなんか嫌なんですよっていう人は、もうお金持ちになるのを諦めるっていう選択もあるんですよね。でもどんな苦しい思いをしてもお金持ちになりたい、一日も早くこの世界からね、この暮らしから抜け出したいって思うんだったら、今の暮らしの苦痛よりも何か一つを頑張るって苦痛の方が希望があったりね、楽に感じるっていうものだと思うんですよ。まあ、だったらそっちを選ぶしかないなと。でも、もうなんか新しいこと取り組む苦痛の方が、今のね、もう目の出ない暮らしよりも大変だと、負担だと思うんだったら、今のね、不満の多いかもしれないけども、なんか苦手なことを取り組む暮らしを選ぶよりもそっちを選んだ方がいいんじゃないかなと思うんですよ。で、億万長者合宿のこのシリーズを見てくださってる方っていうのは、いやいや、多少は頑張ってお金をつかみたいんだ、貧乏から脱出したいんだ、人生変えたいんだって思ってらっしゃると思いますんで、まあそろそろね、だったらもうね、やらない人生じゃなくてやる人生に変わっていって、そこにある1億円を自分で手を伸ばしてね、掴んでみたらどうかなと思うんですよ。そして1億円1億円って言いますけども、どんな1億円も1円の積み重ねでできてますから。だからね、例えば先週ビジネスで1000円稼ぎましたって人いますかね、この動画見てて。いや、さすがにもう今この動画見ててね、お金を稼いでない日が1日でもあるっていうのは、もうビジネスしてないと思うんですよ。1日に100円でもいいから、誰かから受け取ってほしいなと思います。その積み重ねが1億になったかどうかってことなんですよ。私はネットビジネス特化塾を始めて、毎日10万円の利益を受け取ることをずっとやってきました。それ最初からです。で、最初の1ヶ月ぐらいは月収80万だったですよね。最初の35日は80万円ぐらいだったです。でもそっから、やっぱり1日10万はいるなと思ったんですよ。1日10万いただくと3年で1億っていうことになるかなと思ったんで、そういうふうに思ったんですけどね。もちろん10万円できない時もありましたよ。でも逆に20万一発で入ったり、30万一発で入ったり、50万一発で入ったりってこともあったんで、平均的に1日10万円だったかなと振り返ってるんですよね。10万っていうのもしかも利益ですんでね、すごい金額ですよね。麻雀店の親父が1日10万の利益を一人で稼ごうと思ったら、ほら、できないですよ。でもできないからやらないになっちゃうと、未だに私は麻雀店の赤字を抱えたままの店主だったと思います。多分借金総額1億円だったでしょ、今の時期まで放置してれば。当時3000万ぐらいでしたからね。で、社員には給料払えずに、社員は出勤せずにみたいなことになってたんじゃないかなと思いますよね。だから電通のブラック労働なんとか問題とかありましたけども、私が真っ先に挙げられると思いますよ。
だってあれでしょ、1日平均14時間の勤務を当たり前にしてた、当たり前にさせていたんですよね。だから8時間オーバーですから、6時間のオーバーですんで、月間で150時間の勤務時間オーバー、場合によっては休日も出てきてもらってたんで、200時間を切るかどうかっていう問題だったかなと思うんですよ、麻雀店の勤務ってのは。しかも私は型番ですからね。麻雀店って普通非合法に24時間やってるところが多いんですよ。深夜営業をこっそりしてて、それを地域の警察も黙認しててみたいなね、しかもお金をかけてることまで黙認してるみたいな状況がありましたけども、私の場合は12時でパシッと閉めて、お客さんどんなにいても帰らせてってことをやってても、社員の勤務時間ってのはそのぐらい負担がかかるってことなんですよね、うん、だから早く辞めにはいけんなと思って辞めた。でなるべく労働時間少なくして、たくさんの時間とお金を得れるような人生を歩めるように、こういうふうに発信してきましたけども、なぜかね、私一人がこうなっているという状況なんですよね、うん、だから私と同じように行動すれば、私と同じような人生を歩める可能性は高いんで、学ぶさんに学ぼうと思ったら、学ぶさんのレベルとか頭の良さには多分追いつかないと思うんですよ。で私は麻雀しかしてないんで、頭空っぽですからね。だから頭空っぽだから、頭使うことは諦めたんですよ、最初から。だからまあ良かったかなと思いますよね。頭を使うことは諦めた。でも学ぶさんもすごいですね。頭が切れてるのに、まあ毎日3000文字4000文字のブログ書くとかね、動画の情報発信するとか、頭がいい賢い人がこれだけやられると、もうね、凡人がいくらやってもかなわないですよ、うん、だからそういうところでインターネットの世界ももうすでにチャンスはどん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 減るっていうね、そういう危機感も持ちながら今日から行動した方がいいんじゃないですかね。それでは失礼します。